ルクセンブルク家のドイツ・イタリア政策。ルクセンブルク家のドイツ・イタリア政策では、ルクセンブルク家による神聖ローマ帝国の統治、特にそのドイツ及びイタリア政策について解説する。帝国には含まれるが、ボヘミアの統治に関しては、ルクセンブルク家によるボヘミア統治で解説する。1三百八年のハインリヒ七世のローマ王選出から百三十七年の ジギスムントの島で、ルクセンブルク家からは4人のローマを及び、神聖ローマ皇帝を出したが、連続して、君主位に就いたわけではない。しかも、歴代君主の多くが、ボヘミアやハンガリーの王を兼ねており、統治の中心はむしろボヘミアに置かれた。カール4世はそのために皇帝としての役割を果たしていないと非難された。ボヘミアではフスハが生まれ、その抵抗運動、 フス戦争により帝国は荒廃し、戦争の終焉と同時に、ルクセンブルク家も断絶した。神聖ローマ帝国では大空位時代の後、ハプスブルク家出身のルドルフ一世が、ローマ王位に就いた。ローマ王は、実質上ドイツ君主でしかないが、ローマ皇帝予定者としての権威を持ってい、強大な君主を望まなかった帝国諸行の意図に反して、ルドルフ一世は、 優れた人物で皇帝とはならなかったものの勢力を拡大して、後のハプスブルク家発展の土台を築いた。1291年にルドルフ一世が死ぬと、諸公はナッサウキのアドルフを新たなローマ王とした。ところが、アドルフも勢力拡張を積極的に行い、諸公の反発を受けた。ルドルフ一世の息子オーストリア公アルブレヒト一世はこれを後期として諸公に巧みに、 取リーリ、1297年6月にアドルフを廃位させた。そして翌1298年にアルブレヒト一世はアドルフを討ち取って、ローマ王位に就いた。アルブレヒト一世も勢力拡大に努めたが、おいのヨハンパリジーダによって1308年5月に暗殺された。アルブレヒト一世の息子フリードリヒ、ビオは次期ローマ王に立候補したが、フランス王フィリップ四世。 タンレー王は、自らの弟バロア博、シャルル、バロア家の奏をした。フィリップ4世の目論みが神聖ローマ帝国を支配下に置くことにあったのは明白であるが、ローマ教皇クレメンス5世が、バロア博の立候補に難色を示した。時あたかも、テンプル騎士団受験真っただ中であり、フィリップ4世の戦王を、教皇は苦々しく思っており、バロア博が、 ローマ王位につくことでフィリップ四世の勢力がさらに強力になるのを得たクレメンス五世自身も後にアビニオン補修に会う。そこで教皇は自らの意にかなう人物をローマ王位につけようと格索し、先帝皇の一人でかねてより添いであったルクセンブルクや出身の鳥ヤ大司教バルドゥインに働きかけた。バルデインはこれを好期と捉え、兄のルクセンブルク白ハインリヒ七世を ローマ王にしようと企て、同じく選定校の一人マインツ大司教、ペーター・アスペルトに計画を打ち明けて同意取り付けた。両人はケルン大司教ら他の選定校にも工作を行った。そして1308年11月のフランクフルトでの選挙において、ハイン・リヒ・ナラ世が大多数の票を得て、ローマ王に選出された。ルクセンブルク博は帝国の諸公であると同時に、 フランス王の風神でもあり、フランス語を母語としていた、したがって、フランス名で、アンリと呼ぶべきとも言える。ハイン・リヒ・七世の選出は妥協の産物であり、諸公もハイン・リヒ・七世なら彼らの意にかなうと、期待していた。ハイン・リヒ・七世も、また諸公の区物ではなく、先代のローマ王たちと同様に、勢力拡大に努めた。ルクセンブルク家の本拠であるネーデルラントは、 狭い範囲に諸公がひしめいていたため、勢力拡大は望めなかった。そこでハイン・リヒ7世が着目したのがボヘミアであった。1306年にバーツラフ3世が暗殺されて、プシセミスル長が断絶して以来、ボヘミアでは王位をめぐって混乱が起きていた。ハイン・リヒ7世は、一人息子ヨハンをボヘミア王位につけようとした。 バルドインと共にハインリヒ7世のローマ王戦室に貢献したペーター・スペルトがボヘミアの宮廷とも深いパイプを持っていたのが幸いした。ヨハンは1310年9月にバーツラフ3世の妹エリシュカと結婚し、翌1311年2月にボヘミア王に即位した。以後、ボヘミアはルクセンブルク家の新たな拠点となる。家領を一気に拡大させた。 ハインリヒ7世は、かねてからの懇願であったローマ遠征に取り掛かることにした。目的は、ローマ皇帝としての大観である。夫を大帝以来、歴代の皇帝は、ローマで大観式を行う式たりになっていたが、大観を行って、初めて皇帝を称することができた、フリードリヒ2世を最後に、大観式は100年近く途絶えた。当時のイタリアは、 強硬派と皇帝派の争いで混迷を極めており、人々は秩序をもたらすものを期待していた。ダンテが、その代表的な人物であり、クレメンス・五世もハイン・リヒ・七世のイタリア遠征を、支持していた。多くの人々の期待を集めた、ハイン・リヒ・七世は、1310年秋に、イタリアへ向けて五千の騎士を率いて出発した。しかし、北イタリアの多くの都市国家のうち、 有効的なのは、ピサとジェノバだけであり、ほとんどの都市が敵対した。南イタリアでは、強硬派の実質的な首領である、アンジュ家のナポリオー、ロベルト、県明王が睨みを聞かせていた。ハイン・リヒ・ナナセイはこれらの敵を排除しながら、ローマに行かなければならなかった。ハイン・リヒ・ナナセイはまず、ミラノで1311年に、ロンバルディアの鉄王館で、大冠式を行い、 ローマ王に即位する。代理として、マッテオ・ビスコンティ一世を据えたが、これが、ミラノで、ビスコンティ家が覇権を確立するきっかけとなった。その後、ハイン・リヒ七世は北イタリアの都市を次々と落としていったが、ダンテの故郷フィレンツェが前に立ちはだかっていたのと資金が不足してきたのを受けて、ジェノバで体制を整えて、市を越した。その間に、妻マルガレータが病没した。 1312年2月にジェノバを立ち、戦いを避けるために、ジェノバ海軍の船でピサに行き、そこで熱烈な歓迎を受けた。気を良くした。ハイン・リヒ・七世は、ローマに向けて進軍し、5月には到着したが、そこには、ロベルト王の弟デュラッツオ・コージョ・バンに率いる、強硬派軍が立ちはだかっていた。ハイン・リヒ・七世は、 強硬派軍の取りを一つ一つ落としていったが、抵抗が強かったので、サンピエトロ大聖堂での退官を諦め、そこから少し離れたラテラン教会にて六月二十九日に退官式を行った。退官を済ませたハインリヒ七世は、その後フィレンツェの攻略に失敗した。そこで強硬派の首領であるナポリオ・ロベルトを撃ち、南イタリアに派遣を樹立しようとした。 ハインリヒ7世はロベルトを大逆罪と帝国の敵フィレンツェとの共謀の罪で告発しバルセロナ家のシチリアをフェデルイコ2世と同盟したが遠征の準備中の8月に死去した。ハインリヒ7世の死は多くの人々から惜しまれた。ダンテがその一人であり5年後に完成した新曲でハインリヒ7世を最大限に褒めたたいている。ハインリヒ7世9世を受け 諸侯は新たなローマ王を選出する必要に迫られた。ハイン・リヒ7世の一人息子ボヘミア王・ヨハンが立候補したが若年を理由に拒否された。実際は諸侯がルクセンブルク家の一層の勢力拡大を恐れたからである。そこでバルドゥインは新たにバイエルンのビッテルスバッハ家出身のルートビヒ4世を押したがハプスブルク家からは フリードリヒ病が再び立候補した。1314年10月の選挙でルートビヒ4世が勝利したが、最終的には1322年9月のミュールドルフの戦いで決着した。この戦いは俗にドイツにおける最後の大騎士戦争と呼ばれているが、結果はルートビヒ4世が敵将フリードリヒ以下有力武将を多数捕虜とする対象で、ヨハンもルートビヒ4世側に立って、 勝利に貢献した。その後、ルートビヒ四世とフリードリヒは和解して一種の共同統治を行うことになった。ヨハンは残りの人生をほとんど馬上で過ごすことになった。そのヨハンがトレントに滞在中に、ロンバルディアのブレシアよりベローナからの攻撃から守って欲しいとの要請を受けた。ヨハンはこれを承諾して、ベローナ以下多くのロンバルディアの都市を下したが、 帝国諸公の圧力を受けて、同地を着手のカールに委ねて、ボヘミアに帰還した。当時、カールはパリの宮廷にいたが、父の要請を受けて1311年11月に、ロンバルディアに向けて出立した。途中で、毒殺未遂にあったものの、うまく切り抜け、無事にロンバルディアに到着した。4年間ロンバルデアを経営した後、ボヘミアに帰還して、モラビア辺境伯として、 不在の不王の殺傷を務めた。一方、バルドゥインやヨハンの講演を受けて、ローマ王となったルートビヒ四世は、ハインリヒ七世に倣って、ローマ遠征を行ったが、次第に教皇と対立するようになった。ヨハンは、両者の中を取り持ったが、それを無に帰する事件が起こった。ルートビヒも、先手同様に、ブランデンブルク編共迫領を収めるなど、 ビッテルスバッフ派家の勢力拡大に不信したチロル女ク、マルガレーテ・マウルたちとヨハンの次男ヨハン・ハインリヒを無理やり離婚させ、自分の息子であるブランデンブルク編教クルートビヒ二世と結婚させて、チロルを治療に取り込むという虚に出たのである。これにヨハンとバルドゥインも奮撃し、ルートビヒ四世を排して、カールをローマ王につけようと格索するに至った。1342年に、 カールのパリ時代の死で友人でもあったピエール・ロジェが、クレメンス6世として、新教皇になったことも、拍車をかけた。バルドゥインの工作活動も実り、1346年7月11日の、レンスでの選挙において、ブランデンブルク編教博ルートビヒ2世とライン、旧中派クルドルフ2世、この二人は、ビッテルスバッフ派遣の一である王を除く5人の選定校。 ケルン大司教バルラム、マインツ大司教、ゲルラハ、ザクセン先帝公、レドルフ一世、トリーヤ大司教バルドゥイン、ボヘミア王ヨハンによって、ルートビヒ四世の敗とカールの神動魔王選出が決められた。カール四世の誕生である。その直後に、イングランド軍のフランス侵攻の知らせが届いた。娘ボンヌを、フランス王大使ジャン。 後の善良王にと継がせていたヨハンは、フランスの救援に向かい、8月26日のクレシーの、戦いで壮絶な最後を遂げた。ルートビヒ4世は当然のことながら、敗意を受け入れず、帝国諸侯の中にもルートビヒ4世を支持する者が、少なくなかった。そのため、カール4世は、伝統の地であるアーヘンでの戴冠式を諦め、11月26日に、 本で行わざるを得なかった。幸いなことに、カール四世がボヘムア王に即位した一ヶ月の1347年10月に、ルービヒ四世が急死したため、帝国諸公は、カール四世を承認した。カール四世もまたローマで、大冠式を行おうとしたが、むしろ、ローマの方でカール四世を望んでいた。アビニオン補修以来、ローマでは、教皇不在の状態が続いていたが、 ローマ市民は教皇がローマに再び戻ることを望み、カール4世に期待をかけた。その代表がペトラルカであり、1351年2月に日通の手紙をカール4世に送っている。同年12月にクレメンス6世が死去し、インロケンティウス6世が教皇になった。カール4世は新教皇から1日だけローマに滞在するという条件で、ローマ行きの許可を得て、 さらに1353年3月の諸公会議で、ハンガリーオーラヨシュ1世、オーストリア公、アルブレヒト2世、ケルン大司教、マインツ大司教、トリーヤ・ヒロツカサ教、ブランデンブルク編教ハクルートビヒ3世からも、ローマ行きの同意を取り付けた。これで足元を固めた、カール4世は、300人の騎手を率いて1354年9月に、シュルツバッハを立ち、ローマに向かった。 10月に、ロンバルディアに入ったが、運よく、反皇帝派であった当治の実力者、ジョバンニ・ビスコンティが死に、その老いたちが基準してきた。カール4世は、ミラノ北東のマントバに身を落ち着け、ミラノにいたペトラルカを招待した。両者は12月に会見した。会話はイタリア語で行われ、カール4世が、ペトラルカの著書、有名人づての写しを望むと、 ペトラルカが、それはまだ完成していないので、出来上がったら、そして、あなたが立派な生活をしておられるのならその写しを送りましょうと答えたのは有名である。会見後にカール四世は、ミラノ入りして、ロンバルディアの鉄王冠を受けた。翌1355年4月5日に、ピサ経由でローマ入りを果たしたカール四世は、サンピエトロ大聖堂にて、大冠式を行ったが、 インケンティウス六世との約束に従って、すぐに、ローマを去った。キロにカール四世は、ピサに滞在したが、同地で派閥争いが起こると巻き込まれるのをよしとせず、そのまま帰国した。結局、カール四世は、ミラノとローマで、戴冠式を行い、イタリアの初市から、多額の金銭を受けただけであった。ローマ市民は失望し、ペトラルカも、以下の抗議の書簡を送っている。 あなたの祖父や非常に多くの他の人たちがかなり苦労し地を流して手に入れたものを苦労もせずちも流さずに自分のものにしたあなたはありがたがらずに無頓着に放棄してあなたの野蛮な国に戻ろうとしているもしもあなたの祖父や父がアルプスであなたと会うとしたら彼らは何と言われると思いますかたとえ彼らがそこにいなくても彼らが話しているのを あなたは耳にすることができると私は信じます。王、偉大な皇帝よ。何時は長いことを暮らせていた、イタリア入りと慌ただし引き上げの中で、大変尊く振る舞われた。何時は、鉄と黄金の冠と、帝国という内容の貧弱な名を身につけている。何時は、ローマ人の皇帝と呼ばれるかもしれない。だが何時は事実ボヘミアの王でありそれ以上の、何者でもない。 イタリアから帰国したカール4世は11月にニュルンベルクで帝国会議を開催してローマ王選挙に関する大抗を明文化し加えて翌1356年のメッツでの帝国会議で選定行の身分や権利名を追加させたこれらの法文はカール4世の王門の印字で交付され金印直書を呼ばれた直書の特徴は 選挙への教皇の認可権について言及せず、13世紀以降、教皇が要求した帝国空位時代の帝国大理職が、アルプスイ北に関しては、明白に拒否されたことである。さらに選挙を行うのは、マインツ大司教、ケルン大司教、トリーア広司教、ボヘミア王、ライン級中博、プファルツ選定校、ザクセン選定校、 ブランデンブルク返京博の7人の選定校であると定められた。直所の目的は、ローマ王選挙を円滑に行うことにあったが、同時に、ルクセンブルク家のローマを、ローマ皇帝世襲を実現化させる狙いもあった。7人の選定校に、一族の占める数が多いほど選挙に有利に、働くからである。一方、直所では同時に、諸侯の大幅な特権対応を認めており、 後のドイツの統一が大きく遅れる演因にもなった。カール4世は1365年にアルルで大官を行い、ブルグント王にも即位したが、ブルグントの王冠をローマ王に確保したのは、カール4世が最後である。金印直書が交付された年、ロンバルディアに秩序をもたらしてほしいとのビスコンティ家からの伝言をカール4世に伝えるため、ペトラルカがプラハに派遣された。 アビニョン教皇庁にも変化があり、1362年にウルバノス5世が新教皇になった。ペトラルカはウルバノス5世にローマ機関を促す書簡を送ったが、カール4世も自らアビニョンに赴いてローマ機関を進めた。これらの工作が実ったのか、ウルバノス4世は1367年春にアビニョンを立ち、10月にローマ入りした。 翌1368年には、カール4世自身が5万の軍勢を率いて、ローマ入りしたが、その際にカール4世は、ウルバノス五世の乗る、馬のあぶみを自ら持つ行為に出た。ニュルンベルクの帝国古問官の一人、ウルヒリシュトローマーはこれを見て、これは帝国にとって大きな地辱であると言った。しかしローマに帰還した、ウルバノス五世は、ローマの治安悪化や、 都市間の争いに失望して、1370年にアビニョンに戻った。晩年のカール四世は、ルクセンブルク家の世襲を確かなものとしようと、1376年に着手ベンツェルをローマ王に選出させる声明を出した。前年にバイエルン皇と五世からブランデンブルク、先帝公くらいを買収していたことで、これに成功したものの、莫大な経費の埋め合わせに、 シュバーベン地方の諸都市に公税を課した。諸都市はこれに抵抗し、ウルムを中心としてを結成した。1377年1月には、教皇グレゴリウス11世のローマ機関が実現した。教皇のローマ機関を見届けたようにカール4世は1378年11月にの生涯を終えた。カール4世は神聖ローマ帝国の君主としての 役割も果たしたが、関心はもっぱら、ボヘミアの経営にあった。そのため、同時代の人々は、カール4世は、ボヘミアに、イチジクや、ぶどうの木を植えるだけと非難し、ペトラルカも、上述のように避難している。後の皇帝マクシミリアン1世は、カール4世は、ボヘミアの父であり、帝国のまま父であったと告評している。カール4世の死を受けて、名実とともに、 新しいローマ王となったベンツェールの課題は、教会大分裂、大失まであった。ローマに帰還したグレゴリウス11世は、カール4世の死の8ヶ月前休止し、その後継者をめぐって紛糾した末、ローマのウルバヌス6世とアビニオンのクレメンス7世の2人の教皇が並び立つ事態になった。新教皇をめぐって、周辺諸国も分裂した。 ベンツェルは1379年2月に、ウルバノス6世主事に回ったが、これは、ライン宮中博、ケルン大司教、トリーヤ広司教、マインツ大司教、ケルン大司教の移行によるところが大きかった。そのウルバヌス6世の仲介で、1382年に、ベンツェルのイボイモードアンナと、イングランド王リチャード2世の結婚式が行われ、 ウルバヌス六世は、イングランドとルクセンブルク家を結びつけることで、自らの立場の強化を狙ったが、結果的にはこの結びつきが不ス派を生み出す原因を作った。分裂状態の解消のため、フランスオシャルル六世、共振脳はベンツェルを1398年5月に、ランスへ招待したが、国王主催の晩餐会の際にベンツェルは、深酒で欠席するという失態を犯し、 翌日の会談も不調に終わり、ベンツェルの大酒飲みだけが広く知れ渡り、ベンツェルは酔っ払い王という不名誉なあだ名をつけられた。ベンツェルは国内にも問題を抱えていた。先のに続いて新たにライン都市同盟も結成され、ついには両都市同盟と諸公、騎士との間で1388年に紛争が勃発した。ところがベンツェルは手立てを打つどころか、 アラゴンオーフアン一世と狩猟に関する施設交換を行うという行為に出た。1389年5月に映画の国内平和令が交付されたが、初行、岸側に有利という不公平なものであった。ベンツェルの無能ぶりを好期とみなしたのが、ミラノの選手ジャンガレアッツオ・ビスコンティである。野心家のジャンガレアッツは、イタリア全土制圧の野望を抱いていたが、まずは、 独立するのが課題であった。そこでジャンは豊富な資金力を使って、ベンツェルを買収した。十万フロリンの大金に目がくらんだベンツェルは、ジャンガレアッツォに、ミラノ公の位を与え、ミラノは、帝国から事実上離反するに至った。もっともベンツェルからすればこう位の助舎は、新生ローマ帝国という枠組みからの離脱を許可する、ものではなく、むしろ公位という称号を保証する立場になる。 ことで、イタリアへの総試験を主張する意味合いがあった。とはいえ不要意な助諭に、諸行の不満は頂点に達し、三百九十七年九月の、ニュルンベルクとフランクフルトでの帝国会議で、ベンツェルへの攻撃という形で爆発した。ライン級中白、ケルン大司教、マインツ大司教、トリイア大司教は1四百年五月に秘密裏に、会合を開き、ライン級中白、 ループレヒトを対立王に選出して8月のオーバー・ラーンシュタインでの帝国会議でベンツェルを不在のまま敗位ループレヒトの新ローマ王選出を決定したベンツェルは当然ながら抗議したものの残りの人生をもっぱらボヘミア経営に専念することになるローマ王になったループレヒトは大した功績を残すことなく1410年に死去した先帝公は ルクセンブルク家から次のローマ王を選ぶことにし、モラビア編境伯ヨープスと、カール四世の弟ヨハンハインリヒの息子を10月に選出したが、ベンツェルのイボ帝であるハンガリー王ジギスムントが異議を唱えた。1411年1月にヨープストが死去したことで争いは立ち消え、7月の選挙でジギスムントが改めてローマ王となった。ジギスムントは、 教会大分裂の集結に情熱を注いだ。原因は、オスマン帝国の脅威である。ジギスムントは、すでに1396年のニコポリスの戦いで、オスマン軍に大敗していたが、その後ティムールによって壊滅的な打撃を被った、オスマン帝国が再び勢いを取り戻していた。オスマン帝国に対抗するには、全キリスト教諸国の結束が不可欠であったが、 そのためには、教会分裂を集結させなければならなかったのである。1414 14年に、アーヘーンで大感を済ませたジギスムントは、クリスマスに、コンスタンツへ入場し、教会大分裂を集結させるために、両派の教皇、ヨーロッパ諸国が招集して、コンスタンツ公会議を催した。会議では1415年に、ヨハネス23世、グレゴリウス12世、 ベネディクトゥス十三世の三人の教皇の範囲が議決され、千四百十七年十一月に新教皇、マルティヌス五世への選出で閉幕した。コンスタンツ公会議でもう一つ議題になったのが、フス派の扱いである。当時イングランドで盛んであったジョン・ウィクリフの思想が、イングランド王家との縁組をきっかけにボヘミへ流入したが、その影響を受けた一人が、プラ派大学総長ヤンフスであり、 その教えは民衆の間に急速に普及していった。しかし、その教えがあまりにも過激なため、公会議でフスは異端とされ、家計に処せられた。フス家計の方に、プラハの民衆は激怒し、1419年に第1回プラハ総外党的事件が起きて、ベンツェルはショック死した。ジギスムントは、ボヘミアに十字軍を派遣するもの,の、フス派の首領。 ヤンジュシカの前に敗北を喫した。そして1428年から1433年までの間、スパレニー・イーズ・ディというフスハの一派の帝国領内への侵入を招いた。フスハはザクセン、フランケン、バイエルン、シレジア、ブランデンブルクを荒らし回り、ついにはバルト海にまで達した。フスハが帝国を荒廃させたことは、人々の心の中に深く刻まれ、 後の宗教改革の時代に、マルティン・ルターのフス派擁護の発言に、ザクセン選定公が激怒したほどであった。フス戦争はフス派の内部抗争によって、ジギスムントの勝利に終わったが、ジギスムント自身も、戦争の終結した1437年12月9日に死去し、ルクセンブルク家の男系男子は耐えた。ルクセンブルク家は、帝国全体から見れば、よそ者であった。 皇帝としての任務を果たしたのはハインリヒ七世のみであり、以後の君主はむしろボヘミアに重点を置いた。そのボヘミア重視がフス派という怪物を育て上げ、帝国を後輩に導いたのである。こうしたことから、チェコ人のみならず、ドイツ人にとってもルクセンブルク家の君主への評価は、服である。とはいえ、ルクセンブルク家は帝国を単に後輩させて去ったのでは、なく、後のドイツ氏に、 重大な影響を与える、置き土産を残していった。一つは、ジギスムントが、ハプスブルク家から後継者を選んだことである。これが多民族国家、中央の大国としてのハプスブルク帝国への道を開き、最終的には、オーストリア・ハンガリー帝国の成立に至った。ハプスブルク家といえば、相当の和紙を紋章としていることで有名であるが、これは、ルクセンブルク朝で、 ローマ皇帝の紋章として呈されたものである。ジギスムントは他にもブランデンブルク先帝皇いを法園ツォレルン家に与えている。これが後のブランデンブルクプロイセン、プロイセン王国となり、最終的にはドイツ帝国の成立に至った。いわば近代ドイツの原型はルクセンブルク長家で築かれたと言っても過言ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。